さあ今回はミニマムな王国再建サバイバルゲーム遊んでいきます。さあプレイで、ラストホープっていうものだけ遊べるんでね、ちょっと難易度低い方の入植者でちょっと遊んでみようかなと。まあこっちリラックスしながら遊べるような難易度で、資源とか管理してたりね、まあサバイバーあるように生き延びていかないといけないから、まあまずこっちで流れ見ていこうと。さあこのね、ルーア、ルーイ。まあこの子の名前が、まあタイトルにもあるんですけど。さあこの 3×3 のとこに自分の領地があって、この周りに関しては光。この世界の闇を払う光で広げていけると。そういったものを生産してったりする。で、まあこの200日ね。200日間で再建しようと。で、まずはフードですね。人々にはフードが必要だから狩りをしようと。で、ここね、なんかミニゲームなんですね。で、左上にありまして、資源が。左に4つありますね。左上の一番上が光。2個目が労働力。まあ人口みたいなもんだね。で、3つ目が食料。で、4つ目が木材。まあそれぞれ必要資源で。まあこれミニマムにね。この4つでほぼ資源終わりじゃないかなってくらいの感じで、まあ相互に影響もし合うんですけど、とりあえず狩りしてみようか。これミニゲームです。はい、はいはいはい。さあベース15で倒した数でさらにプラスが入ると。さあでは今のを使ってね、ちなみにこれ左下の、この目標は日本語になるんで、今のね喋ってるとこが分かんなくても最悪十分ね対応できます。野営地の隣にテントを建てようということで、まあこれ影響するわけですね。こっから野営地に入る。で、今取った食料はなくなってしまう。ただこれ日プラス4ってなってるように、食料がマイナスになるわけじゃないですね。これ労働力が毎日入ってくる量が増えると。だからまあ足んなければ狩りするって感じでやればいいのかな。さあ200日でどんだけできるかな、チャレンジですよね。で、次が、畑を作ろうっていうので、これですね、労働力が足りない。で、労働力はさすがにね、取ることできないですから、で、砦で作るとこあるから、なんか防衛もありそうだよね、やっぱり。これで、畑作りましょう。これ、毎日食料が来るよと、エブリデイ。で、ちょっとね、さっき言いましたけど、一番上の資源、この光ね。これを使って外の世界を晴らしていきましょう。で、ハテナを開けるべきだと思うんですね。ここで左下、暗い霧を晴らす、照らす、3個で、ここでね、1使って、2、2使って開ける。で、ここで、宝箱開ける。で、木材大量ゲットって感じですかね。このハテナまず行くのがいいかな。何かしらね、遭遇できると。で、これどんどんね、この耐性が高くなっていくんで、今必要な光2とかでしたけど、これが増えていくと。早めにやっていくのが正解なのか分かんないですけどね。で、まあ木足りないから木をね、切り倒したいと。で、我々ですね、研究をしなければならない、学習をしなければならないというところで、野営地の森を切り倒せるようになるというね、これ食料を使った研究ですかね。ここで狩りすればいいね。はい、よいしょよいしょ。あれよいしょ、一匹逃しちゃうな。で、ここで学ぶ。で、切り倒すとなくなっちゃうのかな。ここも森なんだよね。この辺切り倒すか。これは、まあ基本的にスペースキー使う感じで。真ん中で切ればいいんだね。このミニゲームがね、ちょくちょくある感じですね。あ、めっちゃ簡単。これマテリアル、素材ですね。石とかもあんのかな。まあ通常ならあるよね。木だけだいぶ少ないですね、種類的に。で、建物を3つ建てようというところで、
で、ここに木こりの小屋も作れるから、毎日木を蹴ることもできる。で、こうやっちゃうとなくなるわけですよね。あ、待って、これは光だ。教会が光。あ、まあそうだね。はいはいはい。これテントテントと、あ、ダメだね。反応しないか。何か動きがあるようにしないといけないから、こういう感じで置く。食料が少ないのがネックだね。さあ、これ破壊すると大量の食料、大量の木材が手に入ると。何作ろっかな。あ、これ狩りできんじゃん。狩りしよっか。 あ、早い。止まってくれよ。イノシシがいるんだね。あ、じゃあボアじゃないか。ベアだ。クマか。人が死んじゃうけど食料手に入ると。いっちゃえ。まあ人増やしてるからね。まあ貴重な犠牲だった。これ再建したら何になるんだろう。あ、人が増えんのか。で、食料減っちゃいますね。いや、いらないな。いらない、いらない。ゴミくずでしたね。テントマイナスにならないんだよね。まあでもプラスの量が少ないのかな。それで言うとそれはありそうだね。酒場こっから来て食料使っていく。何がもらえるのこれ。あ、労働力か。でもそんな増えないですね。教会作りたいけど、あ、でももうちょいだな。照らせない。切るとこまでいけるかな。木こりの小屋いいっすよね。例えばこれでここに木こりの小屋作れば自動的に入ってくるわけなんで欲しいよね。まあ一旦切っちゃおうか。ここに関しては、はい、13しか入らないなら入れた方がいいか。労働力毎日2使いますね。50使うのかってか。とりあえずテント作って、まあ、入れとこっかな。あ、で、これで OK か。建物もちょうど行きましたね。じゃあ、ウィンド見る。まあ、今、穀物あるから、それをね、食料に変えれるような。でも、通常、こっからさらにベーカリーとか置くよね。こっから毎日も穀物というか食料が増えてる。これを加工できるのかな。小麦畑の隣に風車作ろう。あ、それは難しい。6ポイント。教会欲しいな。教会何がダメだったっけ。労働力120。やばいな。あ、でもこっからこの横にテント使えないもんね。木なくなっちゃうのか。ちょっと痛いっすよね、それは。お品もない、ナイス。ここに風車作りたいけど、労働力大量にいるよと。で、食料がプラス1。そんな増えないっすね。で、さあ、アップグレード。それで、新しい研究ね。強化された建物はより多くのリソース、スペシャルな効果与えてくれるよと。砦のことやね。砦にすると光が、増えて労働力も増える。食料を使っていくし木材も使っていく。維持費とかってことだよね。結構痛いけどな。あ、復活したね。森があればこういうの復活する感じか。てか森復活しなかった今。外したな。あ、出てきた。クマだ、クマ。お、でも、なんかプラスワンできる。こっちにしようかな。長期的に考えれば。ここ切り切ったけど復活しましたね。建物とか置いちゃうとダメだと思うけど。
まあ、ていけんのね。このが破壊しかないもんね。出会えちの記録か。で、右見た感じも31日1ヶ月だったと。まあ、作ろうか、鳥で。ここで一応食料まだプラス1維持されてるよと。でこれ発展して食料の重要性が増えたみたいな、必要性が増えたと。さあ次は探検して発見して街を広げよう。日にちを進めるだけかな。41日まで進めればいいみたい。せっかくならこの辺行っちゃおうか。なんだこれ、嫌そうなものがありますね。ダークネス破壊することでこの今まで払ってる闇を払うコストを下げれるのかな。あ、人の子が出た。人の必要性やばすぎるでしょ。ちょっと尋常じゃないですけど。灯台は、灯台ばかりね。食料マイナス。酒場は労働力増やしてくれる。家々がダメだもんね。だこれシナジーがないとそんな増えんの か, だかこれ1軒ずつでプラス2だよね。だこれだけだと1しか増えない。土地をちょっと食ってる気するよね。ああなるほどね。テラス50。これで兄になったりになった。ちょっと減ってますね今ね。食器された感じかな。さあライトブリッジ、光を集める。あ、人で光を集めれる。こういうまあ遭遇したイベントみたいな感じかな。うわ、なんだ。さあダークストーム、これから生き延びんのかな。防衛、光がいるみたいなことですかね。最初の嵐を乗り切ろう。どうしろと。うわ、耐えれそう。大丈夫かな。テラスで行けますかね。あ、牧場作れるよ。牧場、あれだね、やっぱ木だけじゃないんだね。マテリアル全体なんだな。食料とさらにマテリアル増える。でこっちだとすぐさま殺すって感じか。食料簡単に得ることは短期的に得る方法はいくらでもあって、長期的も同時にあるのが面白いね。あ、でも使うのか。両方増える牧場めっちゃ良くないこれ。あら、ここそもそも動物サイドなんだね。さあ光は分かってるけど持ってないのよ全然。あ、うん、もう大丈夫じゃない。まあここちょっとね取り戻されましたけど、剣で闇に立ち向かう。ああ戦ってる。移動ね、矢印で移動か。あ、あお簡単。よし、これ多分ストームを過ぎ去らしたかな。でまたやっていけないよね。我々はこのモアライトに迫ってくるよと。だこれをチャージね。作ろうかちょっと悩んでたけど、次テントの隣に教会建てようというところで、そうですね、120人。やばすぎちょっと。どうにかならんかね。よし、ただ時をいたずらに過ごさせてと。これ光いきます。これ敵の襲撃に備えるんだね。ライトでもって耐えていく。わ、人
とプラス3まで減っちゃったな。これきついぞ。ほか、まあでもなんもないし、いいか。これコストが9から6まで減ったって感じでやりやすくなってるね。あと見てないもの分かんないな。で、光の演出を向上させよう。報酬を得る。こういう感じかな。リペアウィンドミル。破壊。労働力ですね。しかもまたプラスが減るね。で、まあこれ見た感じ風車っぽいね。あ、だからリペア、あ、そっか、ウィンドミルか。リペアウィンドミルっていうなんか名称かと思って今。リペアウィンドミルね。まあ修理するってことですね。破壊する。これ行きたいな、じゃあ。ブラックも、あ、モノリス。いや、ここで集めた人使うのはちょっと忍びないな。何でもいいからテントさせるぐらいの感じか。心意気で言うと。これでまあ光プラス4、人プラス6、食料プラス3とか来てる感じ。これ広げていって、まあ右上ね、200日に向かって進めていく。ミニマムな王国再建のストラテジーゲーム。まあこれね、こうか。どんどん城へと発展させていこうと。資源はね、シンプルで、ひたすらね、このタイル状の世界を、闇を払いながら広げていって、資源をこう、シナジーだね。ここに対する人だったり、あるいはこのテントに対する教会とか、あと酒場とかね。そしてシナジーを生かして、ここね、森から木とか。風車、あ、なんか、これいい感じになってんな。こんなのしたっけ？いい感じでシナジーを生み出していくよと。だここを中間になんか置けばね、家々で挟まれてるから、ここら辺も使えるだろうしね、割とちょっとね、考えておけた感じがしますね。